ガメガメ、サンドの飯よりゲームが好き、自称アナウンサー界ナンバーワンゲーマーのうなえりさです。今日はですね、スペシャルなゲストをお迎えしております。よろしくお願いします。あ、雨が降ってきた、ちょうど。よこせ。ガメガメ、サンドの飯よりゲームが好き、自称アナウンサー界ナンバーワンゲーマーのうなえりさです。今日はこんな感じでドット絵になってるんですけれども、なぜかというとスペシャルなゲストをお招きしているからなんです。この方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。赤髪のトモです。赤髪のトモさんがスペシャルゲストにお越しいただきました。今日はこんなスペシャルなゲストをお招きしてマインクラフトで遊んでいくんですが、ぜひ皆さんチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ただですね、こんなスペシャルなゲストをお招きしておきながら、はい、私マインクラフト超初心者なんです。あ、そうなんですね、はいはい、あのよかったら今日はいろいろと教えて、はい、いただけたらなと、はい、あ、でも何とぞ、これ知ってるだけで初心者は出してますよ。何とぞよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします、はい、何でも聞いてください。今日私たちちょっとミニゲームでいくつか、はい、遊んでいけたらなと思うんですけれども。わかりました、はい、まず一つ目が、はい、まあ、動物を捕まえるミニゲームということなんですけれども、これトモさん遊んだことは、いや、ないですね。ないですか、多分、はい、じゃあ平等、平等かな、今いろんな平等平等ではない。あ、すごい桜が咲いてる、綺麗だ。ちょっと待って、想像以上に動物いる、すごい、何この密度。さあ、ということでトモさんと一緒にこのスパークペットという無料で遊べるマップにやってきました、はい、動物がたくさんいます。可愛いですね。可愛い、ね、めちゃくちゃ可愛い。動物じゃないようなやつもいます。います、います。なんかよく見ると恐竜みたいなのも。あ、確かに、はい、でですね、今日はこのマップ、はい、マップでですね、私たち手に縄を持ってるんですが、はい、競争をしていきたいと思います。競争、はいはい、10分間で決められた動物をどれだけ捕まえられるか、うん、という競争をトモさんと一緒にやっていきたいんですけれども。対決なんですね。そうです、対決です。はい、わかりました。本当に僭越ながらトモさんと一緒にいや、もう何、超初心者、始めたてほやほやみたいな私がですね、対決させていただきます。はい、はい、でですね、まず、ま、いろんな種類いるじゃないですか。はい、ですのでちょっと種類を決めたいと思いまして、うん、まずウーパールーパー。はい、ウーパールーパー。ウーパールーパーどれだかわかります？あ、そっちにいるのか。水辺に、ちょっとじゃあ水辺の方を行ってみますか。あ、水辺すごいことになって、水辺、水辺いますね。水辺にはいる。水辺どこ、水辺どこ。こっちです。いた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 。さあ、いるかな、ウーパールーパー。うわ、ジャブジャブして、何これ。え、これ夏のサマーランドじゃないですか。なんだこれこれはすごいことになってる。芋洗い状態。え、どれ、ウーパールーパー、ピンク色だったり。 あ、いますね、大きいのが、うん、こんなに大きいのか、ウーパールーパー。かわいい。マイクラのウーパールーパーちょっとでかいです、ね、そうです、モルモットよりウーパールーパーの方が大きいのでね、はい、あ、でもなんかかわいいですね、このウーパールーパーも。かわいいんですよ、いろんな色がいます。で、このウーパールーパーは何色でも OK で、はい、1匹5点。5点、はい、はい、続いて、あの恐竜がいるんですけれども、はい、T-Rex いますね。犬みたいなサイズ感の T-Rex、はい、こちら緑のみ。緑色だけなんだ。池の中にもたくさんいますね、緑のTレックス。彼らが20点。はい、20点。はい、そしてモルモットの白。白。100点という。偏りすぎちゃう。モルモットの白100点という配分で、はい、今日はこの3つの種類を、はい、種類に得点をつけて、はい、10分間で競争していきたいと思うんですけれども、はい、いや、意外とモルモットの白って、いないんですよ。なんかクリーム色がちらほら。いないか、本当いないですね。あ、いた。当たりつけてます。じゃあスタート位置は真ん中にしましょうか。はい、真ん中で。そしてそれぞれの柵が用意されてるんですが、はい、そこに違う動物が入ってしまった場合は減点となります。はい。ではトモさん、準備はよろしいですか。はい、いいです。では始めてまいりたいと思います。はい、
よーい、スタート。よ。でもどんどん入れてモルモットしろ。モルモットしろ。同じ拝見しよう。いたモルモットしろ。待って、モルモットしろ。ドキドキする。つぶかまえ。おし、モルモットしろ。これで100点。嘘でしょ。嘘でしょ。でもちゃんとドア閉めないと他の動物入ってきちゃうんで。そうですね。はい。これで100？あ、見られてる。見られてる。これで100なんだ。私のモルモット盗まないでください。ここにもいますよ、モルモット。え、モルモットしろ、うん、ここ。あ、モルモットしろ。玄関前で待ってる、うん、取っていいですよ。取ってください。対決ですから。これでもう、でも縄がなくなっちまった。開けたら閉める。はい、よし。じゃあここで楽しんでおいで。これで 200? 200点ですね。これで私200点のようです。このそれウーパールーパー40匹分ってことですよね。誰がウーパールーパーを捕まえるんだって話ですよね。嘘。200？いや、意外とだからモルモット白の個数が、そういうこと、個体が少ないんじゃないかと私は見てます。なるほどなるほど、そういうことですね。すごい入ってる。これってこの重ねればいいか。いっぱい持ってこうな。はダブルクリックすると早いですよ。早すぎじゃん、早すぎます。ただもう俺の名はない。全部取られた。分け与えなきゃ。え、これまとまっちゃう。右クリックすると半分持ちします。さすがに、さすがに私、強欲。あ、ありがとうございます。強欲すぎました。反省してます。反省してます、はい、すみませんでした。いえいえいえ。正々堂々として。よし、白モル、白モル。もう白モル以外捕まえる。もう白モル発見しました。行くよ、白モル。ほらほら、白モルだけでよかった。得点表。行くぞ行くぞ、白モル。そっち3匹目ですね。はい、はい、あ、他の子入ってきた。あ、入ってきた。おいで。そっか、そうすると減点って言ってましたもんね。あ、早っ、早っ、早っ。こっちに引き取りました。はい、え、早い。え、早っ。早いですよ。狙うの1個しかないから。探す手間は省けるかな。意外にいるっていうね。そうですね。あれみたいな。絶対個体数少ないのかと思ってたら意外といる。本当に勝ちに来てるやつだ。何言ってるんですか。勝負というのはいつでも全力ですから。あ、そうですよね。それはなんでこっち入ろうとしてるんですか。なんで。それやり始めたら争いが生まれる。よこせ。なるほど、なるほどね。うちのモルモットだ。絶対数はもう決まってますもんね。増えてないから、うん、そうですよね。絶対数が増えてないと思うので、はい、先にどんどん白モルを飼って、白モルいなくなったら今度は私の話です。そうですね。そしたら TX 勝負。え、ハリネズミもいる。かわいい。あ、柴犬だ。これはなんかガラパゴス島にいそうなでっかいカメですね。普通のマイクラはこんなにいないんですよね。こんなに種類はいないですか。はい、いなくて、うん、モルモットも追加されてるやつですね、特殊な。ということはこのクリエイターの方がデザインして。うん、だと思います。すごくセンスがいい。かわいい。え、このハリネズミもいませんか。ハリネズミいないですね。え、すごい、超かわいい。かわいいですね。でももう白モルいないかも。いないかも。いないかも。あ、いないや。え、ってなると次が T-Rex か。 T-Rex ですね。お、じゃあ見つかった。捕獲してる。見つかった。ムーモットの首に縄くくってる人いた。いや、それやってるでしょ、お互いに。
あんなちっちゃい動物にお互いにやってますよ。このジャブジャブ池いそうなんだけど、なんかもうごちゃごちゃしすぎててよくわかんない。見づらいだけでいそうはいそうなんですよ。今よく覚えない。これデカシロモル、なにこれ、えこれ得点高そう。ええ、なんかいる。 え待って、あ、お母さん、あ、お母さん、カピバラか。カピバラか、色味一緒だし、うん、あ、てか白モルまだいた。ちょっとなんで私のところ入ってるんですか。入っちゃう。何、私のところ、え、嘘、あれ、あ、やばい、うらさんも入れちゃった。あれ、あ、間違えた、これ間違えた、これ、これしかもあれですよ、あの他の動物入れるっていう、やば、あれ、あれ、あ、チャンス、あ、まずい、あ、はい、はい、うらさんの一匹いただき、あ、まずい、途切れた、あ、来ないで、来ないで、え、これは、これは外に連れ出せば OK? 待って、これ開けた瞬間絶対入るんじゃない？大丈夫かな？はい、よし、入んないでね、入んないでね。デカシロも入ってるし、これカピバラさんなんですね。おいで、カピバラ、カピバラおいで。はい、閉めてた。まだまだシロモルいますね。今の他の動物を侵入させるという遅延テクを使われた。いや、事故ですよあれは。事故。みんな元気ですね。でもシロモルに執着すると TX を忘れるか、 TX するか、いくよ。 TX でも取ってます、取ってます、 TX、 あ、取ってる。これ5匹でやって1匹か。そうですね。あ、食べちゃいそう。大丈夫かな、この白物たちを。食べそうだな。優しい TX なんですよ、きっと。もう白物いないと思う。いませんか。はい、いないと思います。情報共有ありがたい。いないな。早く帰って。あ、でっかい柴犬入ってきそう。え、なんで こんなことになってんだ。君はここにいなさい。あと1分。え、意外と早い。早っ。やば、赤いのいる。あれれれれれれ、やばい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 、ちょっと入っておいで、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 はい、この動物園に入っておいで。よし、あ、あ、モルモットが出た。あ、あんた、あんたこの中にいなさい。あー、T-Rex も出た。ちょっと、これだんだん邪魔な動物たちが増えてきますね。あ、あ、外してないのか、私が。よし、よし、よし、よし。綺麗に、梱包できた。よし。あ、こいつ私がもらう。はい、はい、はい、もらった。はい、もらいました。絶対。もらいました。ダメ、ダメ。そっちじゃない。こっちで、こっちで、こっちで。そっちじゃない。こっちで、こっちで。あ、いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる、動物たちいっぱいいる。よし、あれ、トモさん、動物がいっぱいいます。いっぱいいる。入ってますよ。いや、だってここのカーペットエリアじゃないんですか、それ。あ、ここは、ここセーフ、ここセーフなのか。あ、セーフなのか。セーフなのか。はい、時間です。はい、いや、これはいい勝負をできたのではないかと思うのですが。いい勝負だ気がします。やっぱり気をつけなきゃですね、最後の最後まで。あ、すごい綺麗、じっと見てる。うないさんの陣地すごい綺麗。え、そんな、俺の陣地なんかもうめちゃくちゃ。え、そんな動物園になってるんですか。はい。え、ちょっと見に行こう。あ、やば。え、食べてる。いやいや、食べてはいないんですけど。食べてはないですけど。何違うのが入っちゃってました。あ、なんか黒いの、黒いの入っちゃった。でかいカピ、黒いカピバラさんがいる。カピバラか、カピバラ。余計なことしてくれた。あと、ここ居すぎじゃないですか。ここはだからルール上では大丈夫です。大丈夫とはいえ、はい、大丈夫とはいえ、すごい爪みんな詰め寄ってるけど。何これ、すごい隙間があればみんな入ってくるみたいな。じゃあちょっと計算しましょうか。はい、では集計します。はい、まず20点の T-Rex が3匹。こちらをみんな見てて従順ですな。ということで T-Rex で60ポイント、白モルが1、
1、2、3、4、5、6、白モルが6ということで600ポイント合わせて660ポイントです。すごい。ではこっちですね。そっち側行ってみよう、はい、T-REX の数は同じ感じが。よいしょ。T-REX が3匹。いっぱいいる。え、待って、いっぱいいる。で、白モルが6匹。あ、一緒。660で。で、こいつ。こいつ。待ってよ。こいつがいるから。こいつ。黒カピバラのせいで負けた。やったー。負けたー。やったやったー。いや、君のおかげだ。君のおかげだ。うなぎさんが送り込んだでしょ。実はドア開けて。さあ。ということで1回戦は私が勝ったんですが、はい、2回戦は今度ルールを変えまして、はい、全種類制覇。全種類目標で、はい、とにかく違う動物、違う色を1種類ずつ集めていただいて、はい、どれだけ集められたかで競い合いたいと思います、はい、で1種類につき10ポイント、はい、もし被ってしまったらマイナス100ポイントでだから同じ白モルモットが2匹柵の中に入っていたらマイナス100ポイントということで勝負していきたいと思います、はい、あのもしですね、はい、このゲームで勝ったら、はい、それぞれにご褒美を何か持ってるんですけれども、なるほど、はいはいはい、まずあのトモさんが勝ったら、はい、いや、いらないと思うんですけどいらない、いらないかもしれないんですけど、あのガメガメパーカーを、あ、いいんですか、あの送らせていただきます、はい、え、これこれにような、あ、それに似たようなものを嬉しい送らせていただけたら、はい、一方トモさん、はい、何か何か、あ、僕が何か送ればいいですか、え、なんだろう、なんかワールド作ります、うなぎさん用に、なんか違う、それはやりすぎ、なんか分かんない、加減が分かんない、パーカーとの対価が合ってない全然合ってなさすぎてじゃあ積極的に告知をしていただく、はい、全然やります、やった、はい、やらせていただきます、勝ちますよ、勝ちます、はい、負けません、パーカー欲しい、勝ちます、めちゃんこ楽しい収録でしたって、もうなんか下駄吐かせまくってこれは再生回数100万超え100万超えぐらいの下駄吐かせてもらってということで、はい、よーい、はい、スタート。私は作戦があるんですよ、はい、真似しないでくださいね、私の作戦真似しないでくださいね、はい、開けっぱにしとくんです、同じのを来たらマイナス100ですよねいや、でも同じのをどんどん間引いて、あのつまんでいくっていうスタイルで、ハイリスクですけど、それで水辺にいてこっちに来なそうなやつをガシガシ捕まえていくっていう、なるほどね、そうなんです、勝手に入れとくんですよ、同じの絶対入ると思いますけど、じゃあ叩きます倒すのありなんですかあれ今ちょっとトモさん私の柵の周辺に歩いてましたね、何もしてない、そういう不審な行動はやめてもらえないですか、してないですけど、なんか闇を感じたあれ私のウーパールーパーちゃんどっか行っちゃったじゃないですか、やってないですよ俺は、あー離れて縄ちぎれた、あ、いたいたいた、こんなとこにいた、何もやってない、絶対手で持ってきたわ、早い、あの全然目つぶってやってもらうとかでもいいんで勝ちたい、え、なんか勝ったらじゃあなんかサインか何か書いていただいてもいいですか、いや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 、そんなむしろこちら側のセリフですよそれは、いや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 、いや黙っちゃうな、これ黙っちゃいますね、ご褒美かかるとやっぱり、黙、ね、ほらおいで、おいで、入ってきた、入ってきた、え、トモさんは普段息抜きは何をされるんですか、息抜きは散歩ですかね、散歩、ただひたすら歩き回る、最近天気悪かったじゃないですか、はいはいはい、散歩できる日も確かになかった気が、室内で息抜き、なんか映画とか見ますかね、おお、最近何か面白かったのありますか、やっぱジブリとか見て癒されるかな、ジブリ大好きなのは、大好きなのはもののけ姫好きですね、あ、私ももののけですね、いいですよね、テーマがすごく確かに分かりやすくて
なんか見応えがありますよ。今多分こんなことしてたら怒られますね、もののけ姫に。確かに人間の都合で、確かに人の都合でね。いや本当にそうですね。本当におっしゃるテーマを私たちは今、ね、人間たちの自然界への冒涜ですよ。出るな今。全然このウーパールーパーが入ってこない。ティッシュボックスみたいな形して。悪口言うからじゃない。ティッシュボックスみたいな形してさ、かわいいじゃん。かわいい、かわいいじゃん、ウーパールーパー。あ、なんか、え、なんかすごいね、すごい人来たんだけど、うん、あ、それも人だから動物っていうカウントします。なんだなんだなんだ、行商に取引はしない。入ってこい、入ってこい。うわ、人も動物としてカウントしてるんだ。でもこの彼縄くくれないな。じゃああんまり良くない。入って、勝手に入ってきてくれれば。自分から入ってくる、ね、もうどうしよう、玄関大混雑で誰も。君はいい。あ、あ、どんどん出てっちゃう。まずい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 。やばい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 。あ、違う、お前じゃない。出ていっちゃダメ。難しいこれ。え、パーカー欲しい。逃げないのみんな。インハウス、インハウス。カピバラ来て。誰に対する縄なのこれは。あ、取れたかな。かぶってる。待って、かぶってる。これどれかかぶってる気がする。俺もこれかぶってる。お金お金お金、かぶってる。あと1分、あと1分。まずい。これでいいかな。もうあといじると余計なことしそうだから見に行こう。倒してるし。よし、これは多分種類違うはず。うん、違う違う。で、うわ、結構集まってますね、うなぎさんの方。そうですよ、はい、あの私誰でもウェルカムしてたんで。なるほどね。そう、うまいうまい。出るかもしれない。うわ、なんかかぶってなさそうだし。これぐらいでいいかしら。もうとりあえず誰か入ってきてると怖いから、ね。なんかもうチキンレースになりますよね。はい、10分経ちました。あ、早い、あっという間だった。ということで、はい、お互いになかなか集中して動物をかき集め、あ、じゃあ、今入れました、一匹。あ、今。今。あ、じゃあ、勝手に出たら入ってきちゃった。入ってない。入ってない。出たら入ってきたっていう。入ってきちゃった。入ってきちゃった。出たら入ってきちゃった。そんな可愛く言えば許される感じなの。ここ、アウェーすぎない、俺。何匹いるんだろう。どうでしょう、これ。すごい！これどうやって数えるべきなんだろう。密度すごいことになってますけど、これどうしましょう。開けたら入っちゃいますもんね。ね、ここで数えますか。16か。かぶってません。あ、白い。待って待って、なになになに、なんか白いワンちゃんが。待って待って待って、なんですかなんですか、ちょっと待ってください。えっとこれはしまった同じ。これはですね、うん、花の色も同じですね。で、うーん、カラーコード違うかな。これはちょっとですね、花も目も一緒ですね。ちょっとね、毛の色もどう見ても一緒ですか。同じ。アウトですね。つまりマイナス100ポイントなので60ポイント。60ポイント。はい、60ポイント。一応プラスに。え、気づいてました？白い犬いるの。いや、もう気づいてなかったです。必死、必死すぎて。え、どうだ。あれ、なんか待って、あ、犬と寝とこで違うか。あ、よかった。そうですね、猫と犬ですもんね。奥の猫と手前の猫多分違うんですよ、種類。この黒 T レックスの後ろにいる茶色い猫とトモさんの前にいる猫は若干色が違うので、これは被ってないと。あ、本当は似てるけど違うか。うん、違う猫ですね。モルモットも大丈夫そうかな。うわ、被ってない。本当に私180ポイント。うわ、負けた。やったー。
ことやりました、はい、負けました。やはりドアオープン作戦が良かったのかもしれない。良かったですね、うん、なんか収拾つかなくなるかなと思ったんですけど、うん、意外とね、まさかそんな倒すっていう手段に出ると思わなかった誰も見てない誰も見てない、映ってるでしょ誰も見てないということで、はい、私なんと第1ステージも第2ステージもともさんに勝利しました。おめでとうございます。負けました。やったということで、はい、私勝ったんですけれども、はい、よかったら古代広告にこちらのガメガメパーカーも何か役立ててもらえたら、はい、来ます。はい、ぜひぜひ受け取ってください。 ありがとうございます。パジャマなり散歩する時の、はい、あ、そうですね、散歩する時は目立つわ、散歩する時目立つかな、地元でバレちゃいそうな。ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです。はい、はい、ということで見事私勝利しましたので、トモさんに古代広告してもらえるということになりました、はい、やったー、させていただきます考えます。うわ嬉しい、可愛いの考えます。ありがとうございます。いやいや、こちらこそすいません、なんかそんな。